焼津港を舞台にした冷凍カツオ窃盗事件をめぐり、漁協の再発防止委員会が昨日開かれ、港に出入りする運送会社に対しても誓約書の提出を求める検討に入りました。5回目の委員会は、再発防止策を速やかに実行へと移すため、新たに焼津漁協の事務方トップである松永専務理事をメンバーに加え11人で協議しました。まず116人いる漁協の全職員が不正を行わないことを約束する誓約書を提出したことが報告されました。さらに港の水揚げ場所に出入りする運送会社に対して車両名簿や誓約書の提出を求める検討を始めました。誓約書という形がいいかどうかという問題はもちろんありますけど、結局今回の窃盗が運送会社、漁協職員、まあ、その加工業者というような形で窃盗が行われたものですから、やはりその3社について、一定の再発防止策を取る必要があるかなというふうには認識しております。また漁協は不正に関わったとみられる職員への処罰に関する案も委員会で示していて、近く内容を明らかにする方針です。